メガネがないとメガネが見えないんだよ。メガネがないとメガネが見えなくて今積んでます。おはよう、イベント中です。次7時半まで。7時半まで、次枠が10時からです。あ、ちょちょちょ、やばい、もうメガネないから全然見ねえよ。おはよう、みんな、おはよう、やっほー。ちょっと待ってね、いや、まずメガネどこ行った。メガネがないと見えない、何もメガネがないとメガネが見えないよ。メガネ、え、メガネの記憶ない。昨日寝る前メガネしてて、そっからメガネあれ、メガネ、おはよう皆さん、おはようございます。ちょっとメガネがなくて何も見えなくて、ちょっと待って、メガネどこ、メガネ、あれ、メガネいや、マジわかんない。いや、メガネが見えない、メガネがないとメガネが見えない今。ちょっとごめんなさい、ちょっとメガネがなくて超あれだと思うけど、どこ行ったメガネ、マジで昨日の記憶ないもんな、寝落ちした時の。コメント読めってな、なんかちょっとごめんなさい、メガネ、メガネ、どこ、メガネ。セミタン、おはよう。しんのすけ、こばけん、どてつさん、ぬじか、ふりちきち、たくいさん、しゅぶ、はんぞ、おはよう。セミタン、でもよく起きたじゃん、ありがとう。貸してくれる、みんなのメガネ。コシミンさん、おはよう。タム、おはよう。グッドイブリング。アイリブリング。グッドモーニング。どこや、ね、ちょっと、メガネがなくて、メガネが見えない。ウシくん。ありがとう、ウシくん。ごめんなさい、待って。みっちゃん、おはよう。コーヒー飲んでます。目を覚ませってな。ね、メガネ返事しない。いや、わかる？アック先生、メガネ探すときに困ること、メガネないことだよね。メガネがないからメガネが見えないんだよね。ちょっとマジでどこ行った？え、昨日寝るときメガネしてたか、まず。昨日寝るときメガネまずそもそもしてたかってとこなんだよね。メガネを昨日、メガネを昨日どうさせたって話だよね。ちょっとマジ、メガネないと何も本当見えない。ちょっと待って、どうやったっけ、ヤバタニエン、マジでメガネないの、ちょっと分かんないっす、メガネがなくて。いや、全然思い出せないね。手探りで探すしかないよね。そうなんだよ。おはよう、ひでぼう、ありがとう。2週目いってらっしゃい。そう、コーヒー用意するときメガネかけなかった。そう、寝る前の置き場重要問題ね。ちょっとさ、
昨日なんか寝落ちみたいな感じでさ寝たからさ、いや昨日メガネまずかけてたか、メガネおやすみたい、ありがとう。そう見えない、ちょっとちょこの配信終わるまでにメガネ見つけたいな。ありがとうございます、みんなおはよう、朝早くからありがとう。のきちじゃん、のきちありがとう。というわけで皆さん、イベント2日目ですちょっと今日夜もしかしたらまた配信時間変えるかもしれないかな、わかんないや。一応今日朝に2枠、30分2枠やって、で夜に1時間枠でちょっとイベント企画、配信企画やろうかなとは思ってるんですけど、ちょっと夜結構2位と1、2、3位が僅差すぎて、そう1、2、3位が僅差すぎてちょっとねもしかしたらまた変えるかもしれないね、ごめんな、いつもバタバタしてて申し訳ない。というわけで本日イベント2日目、南信州初キッチンカー桜色さんのガチイベント、イメージガールを決定するガチイベントに参加してます。昨日は皆さんのおかげで、無事1位で終わることができたんですけど、もうなんか接戦でずっと1位行ったり2位行ったり1位行ったり2位行ったりってこう競り合ってたので、ずっと今日もね、まあ多分そういう競り合いにはなると思うんですけど、なんとかね、なんとかに1位でずっとこう保っていきたいなとは思ってます。そのためには皆さんの一人一人のお力が必要ですので、ご協力お願いします。2日目も頑張ろう。そう夜はねクレープ作るよのきっち、そうありがとうね、とてつありがとう、カウントと一周ありがとう。そうメガネ配信、メガネ探し配信です。ボギーさんも朝早くからありがとう、カウント、じいちゃんのメガネ洗面台によく置いてた。昨日の記憶本当になくてメガネかけてたかさえ、いつもはねコンタクトだからねメガネかけないんですけど、そうコンタクト外した時にねあのメガネをかけるんだけど、夜勤なんで夜来れなくて申し訳ない。大丈夫、それかお腹壊して。札幌笑顔のあっちゃんさんありがとうございます。チャリできた、振り切って、そう次10時から10時半なので、初見さんタワー見たいんですけどどういう煽り、すごいね、私もタワー見たいよ、タワー見たいけど、そうそう皆さんのあのペースがあるので、そうそう無理に言えない。ちょっとメガネ配信企画になるかも愛を知る人ありがとうございます。すごいあのあれだね、いつもと違う時間帯に配信すると初見さんが来てくれる、ありがとうございます。顔めっちゃ薄々、だってすっぴんだもん、何も塗ってない生まれたまんまの姿今。というわけで皆さん今日眼鏡はないんですけど、たこ焼きじゃん、ありがとう、たこ焼き、たこ焼きありがとう、ハート星集めとくね、どてつさんありがとうね、雪ももセミコースありがとう、おはようね。このお部屋のどこかにゃね、そうですね、この部屋のどこかにゃメガネがあるはずなんですよ。ちょっと今古畑任三郎、金蔵おはよう、ありがとう、おはようだよ、タンタティもおはよう、たこ焼きハート100個、
Thank you ありがとう。おはようだよたくやぎも。ありがとうねハート。あ、ナイクサイリウムありがとう。ライブみたい。ちょっとスペシャルゲスト、ちょっとメガネ見つからないけど、スペシャルゲストのご紹介。おい、スペシャルゲスト、スペシャルゲスト、お前のことだよ。ちょっとおいで。やっちゃ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 。でかっ、画面に収まらないでかさの可愛さ。こちら世界ワールドチャンピオンプリティ選手権第1位、つくね後輩。かわいいかわいい。ほらみんなありがとうって、みんな早起きありがとうにゃん。あー、そうか、コッペパンが、コッペパンが流れてないんだ。なんか物足りないなって思ってた。あ、待って後輩、コッペパン流すから。おはようみんな。配信されてるよ。164人がお前のこと見てる。どうする、知られちゃうね可愛さを。世代、世界ワールド級の可愛さを知られちゃうね。そう、つくね様やぞ。あ、ビチ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 ごめんね。はい、みんなありがとうにゃーって。はい、ありがとうございました。ゲストでした、ゲストの方でした。大丈夫かごめんって、ごめんね。あとでチュールあげる。ちょっと声が声がやばい、オカマバーになっちゃった急に。声がオカマバー。リサつくね後輩それからもう一ついいですか、最後に一つだけ相棒、こっち来る？まぶちゃんこっち来る？おいね、まぶちゃんこっち来ればいいじゃん。まぶちゃん何よ何よ、その甘えてん。あ、膝の上来た。あれ、どっか行った。猫ちゃん、あ、ヤマさんがクマ投げてる。ありがとう、クリスタルクマちゃん。ありがとう、クマ。クマ、クマ。待って、クマのね。メガネが見えないから、メガネが。クマ！ヤマさん、ありがとう。メガネ、この部屋のどこかにあるみたいなセリフあった？ミシちゃん、ありがとう。おはよう。ね、そつくねそうな、ね、猫をね吸うと元気になる。かわいいでしょ。カフェオレ飲みたくなる毛並みあ、猫様に落ちる。そうで、重たいよね猫って。意外と2週とカウント終了。ありがとうヒレモン、ヒレモンありがとう。Thank you だよ。ちょっとつくね後輩がメガネ探してくれるって言ってる。何してんの本当にあんた。メガネさ探してくれる、私の代わりに。こっちいればいいじゃん。よいしょよいしょ、こっちおいで。よいしょ、メガネ探して、メガネ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 。あ、わかった、ベッドの裏じゃない。
ないな、ないな。いや、メガネかと思ったらハンガーだった。ちょっと待って、メガネかと思ったらハンガーだったな、これ違うな。じゃマジで見えないけどしょうがない、このまま行こう。メガネの記憶ないな。なんかフレームだと思ったの、そう。ハンガーの端っこがフレームに見えて、あー、あったメガネって今思ったけど全然違かった。あー、猫ちゃんだよー、猫ちゃん。あ、おはよう、みんなおはよう、ありがとね。そう、エアコンのリモコンみたいになっちゃった。え、カニー、カニー久しぶり、元気？何してるの？トークポートも来ないからめっちゃ心配してたんだけど、大丈夫か？忙しいの？繁忙期？つくね、つくね、おいで。ダメダメ、それいじっちゃダメだから、つくね。え、ミニターボさんおはよう、ありがとう。あ、コンボたけし、虹、虹レインボースター6個、ちょっと待って、どれがいい？ありがとうありがとう。ヤグモもおはよう。はい、あ、嫁バレしたの、カニ。え、カニ、カニのアカウントがってこと？カニのアカウントが？あ、ダメダメダメ、つく、ダメダメダメ。メガネどこだ、どこだメガネ。あった、あったあったあった。化粧台の上にありました。皆さん、化粧台の上にあったメガネ、お待たせ。あった、え、めっちゃ見える、もうこれ離さない。あ、そうだ、髪の毛乾かすときに髪の毛乾かすときにメガネ邪魔だなって思って外したんだった。あ、忘れてた。よみがえる記憶。今18分、あと10分、11分ぐらいです、配信。よかった、メガネあってマジで。ハキムさん、ズクダさん、ありがとうございます。読み方合ってるかな。あ、カニ無事よかった。キシさんおはよう、2週と50、ありがとう、十分十分、ね、なるべくなるべく一つ一つの配信で差をつけたい。ボギーさんおめえって、そう、メガネあった。あ、これね、ワタピーっていうキャラクターなんだけど、長野県にあるホームセンターのワタハンっていうお店があるんだけど、ワタハンのマスコットキャラクターワタピーです。で、こっちがワタピー刑事こっち刑事バージョン。え、シュップ3周ナイス。で、メガネあったぞ、ありがとう。新米に Y が出てるはず。あ、だって、皆さん今日のね、信濃毎日新聞に東吾がいるらしいから探そう。メガネは顔の一部ですという CM。 でもそうよ、本当にマジで。で、寝る前に外してた。ミニターボおはこまって、私も2週と50完了、振り切っちゃありがとう。ミースちゃん、星集め書いたらメガネ発掘されてた。そうなの。
そう、今ね発見した。ワタハン、そうワタハンホームエイトっていうね CM をやってる、いつもね。そうメガネ発掘したと同時になんでそこにあったかっていうのを思い出した全部ホームセンターに刑事いる。そういつもは刑事じゃないんだけど、いつもはこのノーマルなんだけど、あの時に刑事になっちゃう。ジュンディ3章終わり、ナイスナイス。私もだんだん起きてきた、冴えてきた。発見。いやメガネ確かに主婦メガネだもんね。ヤミちゃんおはようだよ、ありがとう。フリキちゃんありがとう。そう安いお時間だって言って、はハキムさん、ズクダさんありがとう。ハキムさんはさあ、ありがとうね。よいしょよいしょ。ハキムさんアイコン着替えてきてくれてありがとう。あ皆さん、イベント走り抜けるのにちょっと確認してほしいことがあって、ちょっとこれは毎日言うんですけどこれは毎日言うんだけど、皆さん、イベントを一緒に走る前に、ショールームのアカウントのツイッター認証、ツイッター連携認証と、あとそれからこちらの電話番号の認証登録、一番大事なの電話番号の認証登録ですを確実に、行ってください。このね電話番号の認証登録、まあツイッターと連携してないと、せっかく投げたお星様とかギフトがね無駄になってしまいます。あの反映されなくなっちゃうから、必ず今一度皆さん、電話番号の認証してるか、ツイッターの連携できてるかっていうことを、ね、確認してください。そうわたぴー、そう目がギラついてる、ギラギラ眉毛があそうセミタン、メガネ見つけたよ。メガネはよく頭に乗ってるのに探してるろうがいやわかる、メガネ携帯持ちながら携帯どこだっけって探したことあるし、いやわかる、わたはん好きだけどコメリめっちゃあるよね。今コーヒー飲んでるね、ここでも長野県アピールだから抜かりない、抜かりない長野県アピール。オブセ牛乳さんのマグカップです、かわいいでしょ。トグかわいい、ありがとう。何どうする、かわいい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 ありがとう。わたはんのちくま店、あ本当、青のり、青のりありがとう。歯が似てるよ、歯が似てるよ。いでまるさんありがとう、おはよう。そう今日も3枠、もしかしたら帰るかも、夜に2枠にするかもしれない、ちょっとわからないです、また変更になるかも。また半のカゴ2種類持ってる、あうちも水色とピンク色持ってる。ケッケハイサイネおはよう。ハンガー型メガネ売り出せば売れるかも。どういうハンガー型メガネどういうあれだろうねそう次ね10時からの配信です。この枠は7時半までで、あと5分ぐらいで終わる。私飛ばしてない、大丈夫。あのキッチレインボーありがとう、レインボー気軽なギターありがとう、レインボーいただいたぜ。のキッチのレインボースターはいただいた私が。東郷お仕事頑張れ、かわいとハイト。祝日なのにみんな出勤、まあ私も人のこと言えないんだけど、今日は
そう、電話番号認証今からでもしてきて、皆さん知らやってない人は、電話番号の認証してない人は今すぐしてきてください。会うのに今からゴー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 。おぶせ牛乳見るととにかく明るい安村思い出すコマ、おはようございます。あ、これ見えるか見えないかってこと。三四郎都内の友達は多半コメリア新潟。確かに、え、コメリでもさめちゃくちゃあるよ、長野に。私高山村にもあるしね。あ、コメリ山梨にもたくさんあるって。デイリーかコメリの方がよく行く。私ずっとさ、あのコメリだと思ってた、ずっとちっちゃい頃。大きくなってからなんか店内放送でコメリっていう発音なんだって思って。たくい、お仕事頑張れ、お仕事頑張れ、みんなお仕事頑張れ。いや、わかる、勤労感謝の日に働かさないでほしいよね、本当に。でも結局人間社会は人の仕事で回ってるから。何の話してるんだって話。このあとね、あのもうそろそろ終わりますけど、このあと次枠10時からですので、皆さんよろしくお願いします。最後にじゃあスクショタイムするか。じゃあ、うせ牛乳のマグカップ持った感じでスクショ。おはよう、おはよう配信。顔薄っ、顔薄っ。ありがとう。というわけで、あと1分で終わります。コメダはあのイントネーションだけどって。確かにコメダ、コメリ、コメコメダ。しんのすけありがとうね、来てくれて。勤労感謝の日に働くコマさんはリアルに感謝される。そう、みんな頑張ろうね。私もこの後あの昼から仕事だから頑張ろうな。みんなクソでかい米に行きたい。2週行けました、ナイス。というわけで皆さんありがとうね、本当に来てくれて。とりあえず今のところは1位を皆さんの本当にご協力のおかげで保っててますので、このまま1位頑張りたいね。でこのあと10時にお会いしましょう。次の枠はメイク配信です。これでお風呂入ってくるからシャワー浴びてメイクしたいと思います。あ、あかねさんありがとうね。というわけで皆さんおつこまでした。朝早くから本当に来てくださりありがとうございます。今ね、あのお餅の星一生懸命投げて、あと10秒待つ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。というわけでまた10時にお会いしましょう。おつこまでした。